オーストラリアとボーイング社との共同開発で進んでいた計画 MQ-28A の機体名が決まりました。案内人の浅香です。今回はこの MQ-28A ゴーストバットについて詳しく見ていきます。ロシアでも開発されている S-70 オホートニクもありますが、決してかっこいい機体ではないですよね。ゴーストバットの方がかっこいい韓国も、オホートニクと同じ随伴機を開発するのではなかったかな。パクリ。オーストラリア空軍とアメリカの軍需、航空企業であるボーイング社とが、共同開発を進めていた、有人航空機に随伴して、飛行を行う無人航空機の計画は、ATS、エアパワーティーミングシステムと呼ばれ、2021年3月に、初飛行を成功させていた。従来、この ATS、エアパワーシステムで開発中であった無人航空機は、忠実なる領機、ロイヤルウィングマンと呼称されてきたが、この2022年3月に、オーストラリア軍としての正式名称が決定したと報じられた。この無人航空機の名称を、オーストラリア空軍では、MQ-28A ゴーストバットだと明かし、このゴーストバットとは、同国に生息している固有種で、哺乳類ながら、翼を持つコウモリの名前にちなんだものだとされている。コウモリの一種であるゴーストバットは、その習性の一つとして、集団で獲物を捕らえることで知られており、その鋭敏な聴力と視力を駆使して獲物を捕らえる様を、無人航空機に期待すべき役割に重ねて命名されたものだという。合わせて、ゴーストバットが、集団で獲物を捕らえるそのチームプレイを、今回の ATS、エアパワーティーミングシステムの開発に、総勢35社以上とも言われるオーストラリア企業が参集したものともかけているとされている。オーストラリア空軍の MQ-28A ゴーストバットは、全長 11.7 メートル、全幅 7.3 メートルの大きさを誇る無人航空機であり、その機体を、およそ 3700km とも言われる、長大な航続距離の中で、亜音速で飛翔させることができる。MQ-28A ゴーストバットは、既存の有人航空機とのエアチーミングを行う無人航空機として、最も実用化に近い機体であるが、同時に、実に、半世紀ぶりに、オーストラリアが自国内で製造した軍用航空機でもある。これは、第二次世界大戦時に、日本から直接の攻撃を被った以外には、地政学的に、周囲に、自国の安全を脅かす存在が希薄だったことがあり、ここ最近になって、オーストラリアが、中国の海洋進出等に、危機感を募らせたことの、表れとも言えるだろう。これまで、オーストラリアが、中国を、最大の貿易相手国として、石炭や食料の輸出を主な取引品目として輸出を行い、歴代の政権も中国の経済的な支援を仰ぐ、親中的な政策を数多く実施していた状況にあったと言える。そうしたオーストラリアの政治姿勢に大きな変化をもたらしたのが、2020年の春以降の新型コロナウイルスの世界的な流行であり、発生源である中国と、その対処をめぐって、同国とが対立を深めたことは、記憶に新しい。それは、2021年9月に、オーストラリアが、アメリカ・イギリスとの3カ国間、での新たな軍事同盟、オーカスを締結したことからも、顕在化しており、南シナ海への警戒を強めるため、原子力潜水艦の調達に乗り出し、大気な注目を集めた。このオーストラリアの政治、軍事的な姿勢の変貌は、第二次世界大戦後に同国が歩んできた政策を180度転換させたと言えるほどで、
原子力潜水艦調達以前に決定していたフランスからのアタック級潜水艦の調達を白紙撤回するに及んでいる。もともと2016年にこのアタック級潜水艦の発注先をフランスに決定した時点でのオーストラリアの意図は、戦力としての潜水艦の調達というよりも衰退する国内の製造業の保護とそれによる雇用対策に重点が置かれていたと言ってよかった。そのため、オーストラリアの国内で建造するというフランスの提案が当初の予想を覆して採用されるに至ったとされてきたが、そうした国内の経済的な事情よりも中国の海洋進出を脅威と捉える見方に大きく転換したと言える。少し話がそれたが、オーストラリア空軍の MQ-28A ゴーストバットは、こうした同国の軍事的な方向転換と、ちょうど並行して開発が行われたと言えそうで、2019年2月の開発計画の公表後、わずか3年ほどで実用化に大きく近づいた。今回、MQ-28A ゴーストバットと正式名称が与えられたこの機体は、昨年2021年の2月に初飛行を終えて、一躍その存在に世界中から注目を集めることとなったが、これは西側諸国として最も先行した同分野での取り組みとみさされたゆえだろう。オーストラリア空軍では、この MQ-28A ゴーストバットを2019年の計画開け、開始時に3機、2021年の初飛行を終えた時点で、さらに同数の3機を追加で発注しており、累計で6機の製造が現時点では見込まれるものとなっている。MQ-28A ゴーストバットが計画の2019年2月の計画開始からわずか3年ほどで今の状態にまで到達した理由として、オーストラリア空軍やボーイング社ではデジタルエンジニアリングと製造技術をその最たるものと評している。無人航空機としての MQ-28A ゴーストバットは、AI、人工知能の搭載により、それを駆使した自立飛行、及び、有人航空機からの管制を受けてのエアチーミングを行う機体であり、後者との連携も重要な点である。オーストラリア空軍は、既存の有人航空機として、戦闘機は、第4世代の F-A18 ホーネットを71機、F-A18E、F スーパーホーネットを24機、そして、第5世代として、F-35 ライトニング2A 型を、72機を目標に調達中である。これ以外に、オーストラリア空軍は、電子戦機として、2019年より EA18 ギガ、グラウラーを3機導入しており、これらの機体が MQ-28A ゴーストバットと連携したエアチーミングを行う存在となると目されている。今後の無人航空機の究極のあり方としては、搭載する AI、人工知能によって完全な自立飛行と攻撃能力を備えることが予期されているが、この2022年時点では、それを問題なく実行する機体の実現は困難だとされている。それは、著しく進歩を遂げているとはいえ、現状の AI、人工知能では、攻撃すべき対象すべてに、正確な自律的判断を下すまでには到達しておらず、最終的に正確な判断を行う主体は、人間に委ねられる状態は変わっていないためだ。これは、現状の AI、人工知能であっても、目標を探知し攻撃することはやぶかさではないが、そこで捕捉される目標が、真に攻撃して、問題がないものかの判断は、極めて困難であり、軍事目標以外に、被害が及ぶ可能性が排除できないゆえである。
このため、オーストラリア空軍の MQ-28A ゴーストバットのように、各国では、有人航空機が完成する形式での無人航空機の開発を行っており、2024年までの実用化が噂されるロシアの S-70 オホートニクも、同様のコンセプトの機体である。ロシアの S-70 オホートニクは、その形状も、全翼タイプで高いステルス性能を追求したものと召されており、全長約14メートル、全幅約20メートルとオーストラリア空軍の MQ-28A ゴーストバットより格段に大型である。この大きさから燃料搭載量も多いと召されるロシアの S-70 オホートニクは、およそ 6000km とも言われる長大な航続距離を誇り、同国の最新鋭の第5世代戦闘機 SU-57 等とのエアチーミング運用が想定されている。